シングルマッチ時間無制限1本勝負を行います。青コーナー ROD 200ポンド若雪国頑張れ行けよ赤コーナー頑張れプロレスリングノア200ポンド Kanemaru Yoshinobu Kanemaru Kanemaru レフリー西永修一頑張れゴングが鳴りました。さあ放送席、解説は桃田さんにお越しいただいております。一言両者を見ていただいて感想をお願いいたします。そうですね、両選手とも肌ツヤがいいですね。いい練習してきたんじゃないですか。ああそうですか。掴んだ、ラフ殺法に転じます。抱えます、蹴りを見舞ってまいります。組みに行きます、場外に落とします。いやー、序盤戦から目が離せない展開ですね。そうですね、どっちが優勢とかじゃなくてお互いに意地がありますからね。掴みます、あーっと急所、起こしてまいります。腕をフックします、ブレンバスターでぶん投げます。引き起こします、抱えます、バックリン、相手を挑発してまいります。僕もそうなんですけど、プロというのは常に恐怖感との戦いですよね。だからいかにして精神面を頼りするかっていうことが大事になってきますよね。ああなるほど、そうだったんですか。コーナーに振った、ラリアット投げ倒し、スタンディングを取らせます。エルボー、ストンピング、蹴りつけてまいります。ストンピングを叩き込んでまいります。蹴ってまいります、掴んだ、エルボーを立ち上げます、腕を取ります。もはやジュニア選手として独自のスタイルを確立したといえます。この金丸義信、スパイスの効いた反則技と華麗な空中戦はファンを魅了してまいります。さあその金丸が今夜もリングでスパイスの効いたプロレスを展開していくのでありましょうか。起こします、抱えます、させません。気持ちが前に出る姿っていうのは見ていても気持ちいいですよね。そうですよね、なんかスカッとしますよね。今ちょっと頭打ちましたか。そうですね、ちょっと危ない体勢でしたからね。スタンディングを取らせます、
掴んだ。背骨を狙ってまいります。リング上はリバースボストンクラブの体勢です。組み合います。逆に振り返して後ろ回し蹴り。行くのか。コーナーに振って背後からキャメルクラッチに移行してまいります。フロントからのキック、キックを打っていきます。逆に返します。小脇に抱えます。簡単にはさせませんね。そうですね、今のは読んでましたね。ここは戻ります。掴んだ。こういう技を見てても気に取ってますよね。まあ普通の人が見ると痛そうに見えるかもしれませんけど、レスラーは受け身の練習をやってほどやってますからね。そうですよね、本当にレスラーは日々の努力と言いますが練習をよくしますもんね。そうですね。タンプ起こした。リングに戻ります。リングに戻ります。蹴っていった。抱えた。あと逆に切り返した。首根っこを掴んだ。あとエルボー。いけるか。あと切り返した。抱き起こす。バックを取って背後を取り返す。バックドロップ気味のジャーマンスープレックス。ガチッと組み合った。あっと返した。腰に手を回した。ベイスバスターで叩きつける。うまく切り返した。あっと逆に捉えた。ここが攻め時ですね。相手はダメージありますからね。一気に行きたいですね。コーナーに登ってディープインパクトが突き刺さった。立たせていく。腕をフックした。あっと逆に投げていった。ストンピングを叩き込む。ブレンバスター行くのか。あっと垂直落下式のブレンバスター。組み合った。コーナーに振った。今頭打ったんじゃないですかね。脳天したたか打ちつけたか。カウント 2.98。腕をフックした。ボディスラムで投げつける。ストンピングカバーの体勢。カウント2で返します。キック。抱えた。ブレンバスターで切り返した。無酸素状態でやってますよ。はい、まさにレスリングハイですね。シュミット式で落としていった。ムーンサルトプラス。